今日もいい天気、綺麗な青空だ。おはよう、空。森、おはよう。今日も一日、学園生活を楽しもう。そうだね、久しぶりの学生生活を満喫しよう。おはようございます、空、森先輩。今日もカリスマが輝く七瀬のぞむくんです。おはよう。朝からテンション高いな、お前は。おはようございます。お、みんな集合したね。それじゃあ今日も張り切ってタカアイドルやっていきましょう。そういえばさっきすれ違ったやつに酒井先生が俺たちを探してたって言われたな。ソラ、なんか聞いてるか。え、何も聞いてないよ。お、探してたよ、ソワラのみんな。酒井先生、おはようございます。あ、おはよう。先生、俺たちを探しているって聞いたんですが、何かご用でしょうか。ああ、そうなんだ。突然なんだが、空森学園七不思議ってみんなは知ってるかい？七不思議？いえ、聞いたことはありませんが、この学校にもそういうものがあるんですか？か、階段？ホラー？おお、ワクワクする。怪奇現象とか、面白そう。どこが？全然面白くないよ。埋蔵金伝説とかならワクワクするけど。二人とも落ち着いて。先生、その空森学園七不思議がどうかしたんですか？ああ、みんなも知ってるだろ、工事中の旧校舎。あそこで空森学園七不思議になぞらえた怪奇現象が起こってるらしいんだ。俺もよくある怪談話、噂話とは思っていたんだが、実際に工事に支障が出るようなことも起こったらしくてな。先日ついに工事がストップしてしまった。そこで我がミステリー研究会の出番というわけだ。校長先生からこの事件を解決するようにと頼まれた。工事がストップするレベルだったら、普通ミステリー研究会じゃなくて警察に相談しません？もちろんいたずらかなと思って届け出はしてる。目下捜査中なんだが、原因はわからないままなんだよ。そこで君たちにお願いだ。宅配アイドルとして我がミステリー研究会に臨時入部し、この事件を解決してくれたまえ。